ミッションコントロールセンターとは、宇宙機の運用を地上から完成する施設である。通常は、打ち上げの時点から着陸まで、もしくはミッションが終了するまでを管理する。宇宙機の運用において、地上セグメントの一部分をなす。フライトコントローラお及びその他の支援要員で、編成されるスタッフは、テレメトリを用いて、ミッションのあらゆる面を監視し、 地上局を使用して宇宙機にコマンドを送る。MCC からミッションを支援する人員には、姿勢制御系統、電力系統、推進系、熱制御系、姿勢動力学、軌道運用及びその他の部門の代表者たちが含まれる。これらのミッションのための訓練は通常、フライトコントローラーの責任下に入り、MCC 内で広範な予行演習が実施されるのが典型的である。 NASA の ISS 完成室、クリストファー・シークラフト・ジュニア・ミッション・コントロール・センターも、参照アメリカ航空宇宙局では、発射台を離れる以前は、フロリダ州メリット島にある、ケネディ宇宙センターの打ち上げ完成センター、LCC から、ミッションが完成される。ブースターロケットが、発射塔をクリアするまでは、LCC が、ブースターロケット及び宇宙機の完成を担当し、以後は、 テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターにあるミッションコントロールセンター MCCH に運用管制が引き継がれる。ヒューストンの MCC は1965年のジェミニ計画以来国際宇宙ステーションのアメリカ担当部分を含め NASA のすべての有人宇宙ミッションの運用管制を担ってきた。その他カリフォルニア州パサデナにあるジェット推進研究所は 地球軌道の外側を航行する NASA のすべての無人宇宙機およびディープスペースネットワークの県内にある宇宙探査機の運用を宇宙飛行運用施設スフォフから管理しているメリーランド州グリーンベルトにあるコダード宇宙飛行センターはハップル宇宙望遠鏡の運用管制を行っているアラバマ州ハンツビルにあるマーシャル宇宙飛行センターのペイロード運用統合センター ポックは ISS で行われる科学的活動を24時間体制で監視している。カリフォルニア州モフェットフィールドにあるエイムズ研究センターではマルチミッションオペレーションセンターモックが同センターの主導する宇宙飛行ミッションの運用になっている。メリーランド州ボルティモア近郊にある応用物理研究所ではメッセンジャー及びニューホライズンズのミッションが運用完成された。 ロシアの ISS 完成室詳細は、飛行完成センターを参照ロシア連邦宇宙局の飛行完成センターは、モスクワ郊外のコロヨフ市の RKK エネルギア工場近くに所在する。現在は ISS の完成室 MCCM が活動中である。ツープには、かつて運用されていたミールの完成室も記念として残されており、 ミールが大気圏に突入して燃え尽きる前に描いた最後の数週の軌道がディスプレイの各画面に表示されている。スックの主管性質、欧州宇宙運用センターも参照ドイツのダルムシュタットにある欧州宇宙運用センターが欧州宇宙機関の人工衛星及び宇宙探査機の運用管制を担っている。同じくドイツのオーバーアップファフェンホーフェンにある ドイツ航空宇宙センター内には ISS の欧州実験棟コロンバスで行われるミッションを管理するコロンバス管制センターコル CC が入っている。またフランスのトゥールーズにあるトゥールーズ宇宙センター内の ATV 管制センター ATVCC が欧州の自動輸送機による ISS への定期的な補給ミッションを管理していた。日本の宇宙航空研究開発機構が運営する。 希望運用管制室 MCR 及び HTV 運用管制室 HTVMCR は茨城県筑波市の筑波宇宙センター内に所在する ISS の日本実験旨希望で行われるミッション及び ISS への HTV 補給ミッションコウノトリを管理しているほか JAXA の衛星運用も同所で行われるこのほか 鹿児島県の種子島宇宙センター総合指令旨に同センターの打ち上げ作業を管理する打ち上げ管制センター RCC がある。また、神奈川県にある JAXA 相模原キャンパス内には小惑星探査機、はやぶさの運用管制を行った相模原新宇宙管制センター SOC がある。詳細は北京高天飛行制御センターを参照北京高天飛行制御センター バックが有人宇宙飛行を含む中華人民共和国の宇宙計画の指令センターとして機能している。北京市の北西の郊外に所在する。国際宇宙ステーションと関係のある宇宙センターナサロスコスモスエサジャクサ。ありがとうございます。